ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はこちら、はい、カーシー博士のセルフヘルプ術、はい、前が ESFP だったので、はい、今日はこの内向になった場合、うん、ISFP、うん、内向感覚感情認知、うん、SP 型なので、うん、ディオニュソスですね。ディオニュソス酒の神、内向的なバッカスって、はい、まあ、ちょっと、うん、分かりづらいけど、はい、うん、の感情版ですね、うんうんうん、前回がその TP だったので、うんうん、前々回ですね、うん、TP だったので、うん、武器とか、うんうん、道具にみたいな話をしてましたけども、うんうん、人生は終わらないパーティーっていう人が内向的になったらどんな感じかっていう紹介をしたいと思います、はい、ISFP 型、うん、今を鮮烈に生きるとあります、うんうん、職人芸や芸術を好む、もともと全ての SP 型、うん、感覚認知は職人気質だが、うん、ISFP ほど一生懸命に職人芸を磨くタイプは稀である、うん、また SP 型の中で最も芸術に惹かれる傾向があり、うん、優れた作曲家、画家、バレリーナなどにこのタイプがよく見られる。やっぱりこの表現は出すんですね。前回のその俳優じゃないですけども、うんうん、ベートーベン、トスカーニ、レンブラント、ニジンスキーもこのタイプである、うん、しかしこのタイプの素顔を見抜くのは大芸術家の場合でも難しく、うん、最も誤解されやすいタイプでもある。謎に包まれた性格、うん、誤解を受ける大きな原因としては ISFP 型は自己表現せずに行動することだ。だが、うん、芸術という自己表現を通してある程度その性格が見えてくることはある、うん、だがそういう形で表現されることがなければ誰もその人となりが分からずじまいで、社会的には控えめで目立たない存在になってしまう。もちろん結出した才能を開花させて一つの分野の巨匠になる稀なケースはあるが、その人柄は謎に包まれていることが多いよと、うん、なるほど。ベートーベンぐらい有名にならないと内面に持っているものを出せる場がないみたいなことですかね。みんなが気づかない。大芸術家の場合でも難しくってありますから、うん、で大芸術家の場合はそういう作品を通してその人の考えてることとかをこう訴えてるから分かりやすいけど、はいはい、庶民だとそんな場がないからそもそも分かんないよね。なんか謎めいた人そうで終わってしまってるっていう。なるほど。なんか、うん、今だったらこういう YouTube とかあるじゃんって、うんうん、ごめんなさい、僕は全く関係ないところからおせっかいが発動するんですけど、うん、大きなお世話ですね、うん、まあ、だから目立つようにはなってるんじゃないですか、昔よりは。あ、やりやすい場ではありますよね、うんうん、はい。今を生きる、うん、SP 型でも比較的少数派、うん、ESFP 型が人口の 13% であるのに対して、うん、ISFP 型は 5% だと、うんうん、このタイプをよく見るとやはり他の SP と同じように、うん、快楽主義的で衝動的であることが分かると、うん、NF 直感感情型のような何か重要なことをしたいっていう欲求とも違う、うん、また NT 型直感思考、うん、要はプロメテウスですね、うん、科学、うん、や、ビジネス SJ 型、うん、感覚判断との情熱とも無縁であると、うん、今ここにある快楽をできるだけ優雅に楽しみたいというのが ISFP 型の人生だと、うん、計画を立てたり準備をすることもない、うん、このタイプが職人芸に没頭するのも将来への備えではなくて今を強烈に生きるためにやることだと、うん、自分の衝動が萎えて消えてしまうまで待っていられないと、うん、その衝動こそが大事であり人生の中心的なもの、うん、技のために一生懸命になるっていうよりも磁石のようにそういった何かに引きつけられて行う。なんかエニアグラムで言うとなんかタイプ4が見えてきましたけど、タイプ4っぽいですよね、はい、内向的だが強い芯、メラメラ燃えるものがありそれを
芸術で表現みたいなのが感じます。ある芸のために長時間訓練するのもこのタイプにとっては訓練ではなくてそれもまた芸術だと、訓練は自分の意思で行うこと、いわゆる上手くなろうと思って訓練するけど、この人たちはやりたい、せずにはいられないから日々やってるんだと。なんかこれこれこういう手順になれば上手くなるよね、ゴールがあるわけじゃないってことですね。そうですね。ずっと今こうウクレレをやっててここまで上手くなりたい、そうですね、じゃないけど、はい、もう弾きたいから弾いてるみたいな、また僕の羨ましいが発動するんですけど、そういうことですね、で行為こそが ISFP 型にとって最も大事なことであり、注意深く計画することや準備や稽古への義務感などは持ち合わせていない、絵を描き、歌い、踊り、走る、銃を撃つ、その他なんであり、ISFP 型はこれをすべきだからする、山がそこにあるから登るのだと、なるほど、で脇目も振らずに熱中する、ISFP 型は遥かな目標に向けて訓練するのではなく、今行っている行為以外は目には入らない、自分を取り巻く疲労や苦痛、危険などにも気づかないことが多いよと、自分の好きな活動はたくさんあってもそれに付随するさまざまなことは忘れてしまいがち、そこは慣れすぎて何かを見落とすのではなくて単に夢中になって活動しているから気づかないと、で具体性を持った表現力、ISFP 型には職人としての知力が備わっている。この知力は具体性を持っており現実と密接につながっている。ISTP 型が道具や機械の扱いに慣れているように、ISFP 型は色の見分け方や手触り、動き、視覚、ハーモニーの聞き違いなど鋭い感覚を持つ。レンブラントは色彩感で傑出していたし、トスカーニは最も複雑なオーケストラでも音程の外れでも聞き逃したりはしなかった。ヘミングウェイの文章からは波の味や匂い、感触までが伝わってくると。なんかね、取り上げられ方が分厚いんですよ。まだまだ続きます。まだまだ。はい。無条件の親切心。ISFP 型は全てのタイプの中で最も思いやりがある。他人の苦痛や苦しみに敏感で、アレッシジの聖フランシスコのように苦しんでいる人には無条件に愛情を示さずにはいられない。で、言葉よりも五感に基づいた感動、 ISFP 型は文章を書くことや会話術を磨くことにはあまり興味を示さない。会話も結局は抽象的なことであり、 ISFP 型はもっと人生の脈動に触れるような具体的なものを好む。感動とは触ったり耳や目で確かめられるものではなくてはならない。あくまでも現実とつながっている感覚があるゆえに、言葉ではスムーズに言い表せないことがある。それで言葉による自家表現を諦め、人からは控えめで無口だと思われてしまう。ただ実際に話をしたがらないのはその能力がないからではなくて興味がないからだと。だがヘミングウェイはその壁を見事に乗り越え、言葉の世界に入った傑出した ISFP 型の例であると。なかなか、どうしても僕の場合なんかその言葉で言ってもらわないとわからない、逆になんかその芸術で表現されても伝わらないよって私の気持ちを絵にしましたみたいな。違う違うちょっと言葉で解説してくれませんかねっていう、じゃ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 ーんって、やられてもその気持ちが、そう、違う風に解釈、間違えるかもしれない、はい、この解釈はこれでいいんですかねって確かめたい気持ちは出てきますけどね。でも言葉じゃ表せないんだよって言われるんですよじゃあいいですって特に音楽や舞踏、スポーツに才能と、偉大な芸術家を調べてみるとその多くがはっきりと ISFP 型を示している、他の SP 型としては ESTP 型のゴーギャンとプッチーニが例外だ、
音楽や舞踏は、舞踏っていうのは舞って踊るですね、ほとんど ISFP 型の独壇場であり、偉大なスポーツ選手もこのタイプが多いはずだ。規則に縛られない自由な仕事に向く。もちろん ISFP 型の全てが芸術関係にいるわけではないし、その必要もない。広い意味で芸術とはあらゆる行動から即興的に生まれてくるものであり、その発信源が SP 型であることが多く、特に ISFP 型はそれが顕著なのであると。このタイプはある程度教育を受けていれば職業の選択の幅は広いが、もし規則に縛られ自由のない仕事を選ぶとなると不幸であると。幸福で生産的になるためには変化があり報いのある活動を選ぶべきであろうと。で、自然と子供が好き、ISFP 型は自然や田園風景、牧歌的な世界への憧れを持っていることが多い。過酷な自然も平気で、動物と、例えば野生動物とでも交流できる才能があると。互いに共感と信頼で結ばれているように見える。また幼い子供とも独特の信頼関係を結べるとあります。で、楽天的で独立心に富む。ISFP 型を理解するために SP 型全体で共通する特徴をまとめてみると、楽天的で陽気で、平等、友愛、独立心を尊重し、義務や責任、束縛から逃れようとする傾向がある。自由を愛し、飽きっぽく、刺激やリスク、チャンスや運試しを欲する。物事への動機は比較的単純で、頼りがいがあり、感受性があって気前もいい。消費型の気質を示している。僕は貯蓄型 SJ でございますと。なんで僕も似たところがあるかなとは思ってますよ。 N と S が違うだけで、 S と N が違 う、 N が違う。あ、そうですね、INFP。 そうですね、はい。ただこの体調は NF、うん、アポロ、アポロで、こちらはディオニソス、うん、よくギリシャ神話でディオニソス型とアポロン型っていうのをニーチェだったかな、誰かが言ってて、これが説明できるとかっこいいんだけど、ここでまた次回に、はい、あのその説明をなんか楽しくできればなと思っています。締めちゃった、はい、いいですか、はい、はい、というところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。